息の整え方が分かってきましたわ。メニューは一通り終わりましたけど、この後はどうします？ちなみに私はまだまだ走れますが。そうですわよね。この程度で音を上げたりなどしていられませんし。それでは行ってまいりますわ。トレーナーさん、こんにちは。マックイーン、調子良さそうですね。ライバルの調子が戻ったところで、私も春の天皇賞に向けて頑張らないと。こちらこそ。やっぱりトレーナーさんに相談してよかったです。それではレース楽しみにしてますね。勝つのは私ですけどね。せっかくの京都ですし、京料理とか。緊張をほぐすの下手くそすぎません？もう、しっかりしてくださいませ。トレーナーには大事なスキルですのよ。逆に今ので気が抜けてしまったのではと心配になってしまいますわ。そうしてくださいませ。夢はもう手の届く位置にあります。あとは全力で掴みに行くだけ。ええ、必ず勝ってまいりますわ。レースもいよいよ終盤。到着した状態で各馬娘が第3コーナーへ差し掛かります。縦の栄誉を手にするのは1番人気メジロマクイーンか、はたまた他の馬娘か。来るよ、マックイーンの天皇賞にかける思い。私も本気でそれに応える。メジロライアンがペースを上げてきた。前を行くマックイーンとの差が徐々に縮まっていきます。最終コーナー残り600のところで後続も次々と差を詰めてきた。メジロマックイーンはここまでか。ここまでのはずありませんわ。勝利に向けて二人三脚でやってきた成果見せて差し上げます。ここでメジロマックイーン一気にスパートをかけた。私だって末足のキレなら負けない。勝負だ。内からライアンも上がってきた。ものすごい末足で前へ迫る。しかしマックイーンのスピードも落ちない。追いつけない。それどころか離されてる。マックイーン先頭、ライアンも必死に追い上げるがその差は広がっていく。これは届かないか。いやと春の天皇賞を制しました。
初制覇を成し遂げましたわ。これで目白家に私の盾を飾れますわ。ごめん遊ばせ、はしゃいでしまって。でもそれほどの結果なんですもの。そしてこの結果を出すことができたのはトレーナーさんのおかげです。たった一人のメンバーのために尽くしていただいて本当に感謝していますわ。これからもたくさん勝利を重ねて差し上げますわ。さあ、この後はウィニングライブ。応援してくださった皆さんに歌で感謝を伝えてまいりますわね。Yeah.